こういう字だとか文字だとか多分デイサービスの時に誰か取ってきちゃったんだよ。いや違うわ、それロゴで朝食べるんだからちゃんとデイサービス来るんだ。何が食べさせる係の人まで来るんだから。今度さ、そうなの取ってきちゃった。デイサービスってあれなの、そうなの、なんだろうね、なんか遅刻して、うん、お父さんが9時半にお迎えなのに9時半に起きてたりして、そういいじゃん。しかもそれからお迎えに来てるのに飯食っちゃう、急いで支度しないでご飯食べ始めたりするから困りますってデイサービスから言われて。それは困るよな。困んないよ。だからさ、だって下に路中してあれしてるから、だから帰ればいい。だって大関さんちはさ鍵がかかってないからいいよ。だってさ、俺だってさ、大関さんってずっとチャイム鳴らすじゃん。じゃあもう開いてるから入ってきてさ、大関さんっていないなと思ってさ、もう寝てるとこまでさ、大関さんとか行くとさ、俺なんか奥に寝てさ、俺やばいのかなと思ってさ、でさ、もう慌てて行ったらさ、寝てるだけじゃん。で、起きてきたらさ、なんかあの水色と白と水色の可愛いやつ着てて、ふーっと、うーっと、俺今日はあれかな、ワンちゃんのマッペンついちゃった。それでわかってきた。それで、だからヘルパーが岡田監督、何回目だよって、ね、だから、さっきからデイサービスを加えたの。ね、家でも入ってない。イエーイ。シンを持ってる。イエーイ。イエーイ。入ってる。入ってる。入ってるまでよ。入ってるよ。イエーイ。チャンピオン。イエーイ。阪神やっぱり強いね。パフォーマンス。待ったね。子供？バカ。あ、バカだ。大人じゃないよな。本当だ本当だ。子供だ。これ。トム・ブラウンなんだけどな。信号用に買ったの？うん、違うね、子供用なの？マジでとどめさしていい？ねえ、ほら笑ってるよ。子供の姉ちゃん。とどめさすな。お姉さん笑ってるよ。これ子供だもん。お花描いてる。トム・ブラウン。お花描いてる。トム・ブラウンなんですけど。トム・ブラウン。何？子供の名前が書いてある。そうなの？ここに書けるの名前。何年何組なんて書いてある。何年何組って書いてあるんだ。さすが。本家池袋大関ちゃんです。名前書けるなって。そうだ。小学校のやつだよ。小学校のやつだ。ダサい。ダサい。ダサい。言われました。もう落ち込んで帰ります。こういう動いてるとこがいい。ラジオこれ二回りちゅう。じゃあ伊藤は一緒なんすね。あ、伊藤は違うのか。二回りあれ馬だよ、確か馬だよ。二回り違うね。俺も馬だ。一緒にこんな恥ずかしい T シャツ着てるやつと一緒に飲みたくねって言われた。子供の T シャツ着てるやつと飲みたくねって。マジで名札、なんかすごいね、言われました。いけるじゃん、ババに、高田ママにエビスから殴って、ババからなんか乗り換えて、え、イーロン・マスクと一緒、一緒って、シンゴちゃんかして。6月28？ 7月1日でしょ。俺は、6月28？ え、6月？誕生日、誕生日。あ、そうだ、みんな神座だ、これ4人か2座？なんて言うのね、通訳して誕生日が分かる。いや、誕生日は6月1日なんで。6月28日。あ、もう酒酔っ払いすぎた。全然こっち聞こえないんだな。ちょっと何言ってるか分からないし。俺を拒否してんじゃないの。ねえ、都合よく。だって悪いことは聞こえないね。そうだよね。そうなんですよ。これ、これ。ねえ、これ。昭和ね、子供のシャツ、小学生のやつね。軍勢、軍勢、軍勢。ひまわりでしょ。ひまわり。ひまわりグループだね。ひまわりグループ。ひまわりグループ。しかも三も幼稚園。半袖ですよ。幼稚園。誰が見たって大人とは思わないよね。ほら、お姉さんは、お姉さん納得しちゃってるやつ。子供のシャツ持ってきちゃったな。一緒に飲むの恥ずかしい。恥ずかしいって言われたからね。恥ずかしいってね。そうだよ。
うわぁ、美味しいよ、俺これ、これどう見たって分かる うちの子供だよ、うちの、まあ、まあ、孫かなんか、いやいや、これさ、完全にこれ反論したらさ、これがトム・ブラウンでね、いくらだよっていうことを言うと完全にドツボだよ、もう完全にドツボはまりますから、もう完全無理です、負けです、今日だったカメラなの、行かなきゃいけないのに、カメラじゃあ開けて、ここ8ミリじゃなくて2のカメラ8ミリだよ、8ミリじゃないんだ、8ミリ8ミリなのカメラね、じゃあ動いてても撮れるんだよ、ね、動いてる、16ミリだね、動いてる、動いてる、16ミリだよ、カメラだとね、一時ストップモーション、ストップモーション映ってんの、なんか信じられないよ、信じないね、信じられないよ、ね、カメラ回ってると思っちゃう、そう、それもうね、本業ですからね、あんな今のカメラね、ほら笑ってるじゃん、みんな、それ喋らんよ、喋らってなんだ、え、マシがこう来た方がいいよ、絵になるんだって、私がここにいるよ、喋らってなんだよ、大丈夫、ねえ、いい、一回ぐらいいいよ、親子なんだからね、そうだ、そうだ、病気持ってないし、そうだよ、拭いて、拭いてとか、あとさ、これ新しいので拭いてあげるよ、これ拭いて、拭いてって、じゃあ吸うの、あなたが吸ってから拭くんだよ、あなたが、あ、ちょっと、そうそう、吸うだろ、吸う、タバコと一緒、決まった決まった決めに来たよ、ほうはい、大丈夫だ、大丈夫、なんかタバコって気しないな、ちょっとおしぼりもう一個、あるよおしぼり、あるよ、これ明日のシーンを開けろ、ハマキとも思わないし、それ何味なの、何味なの、これはバニラ、そんなに吹かなくたって大丈夫だよ親子なんだからね、親子親子出ました、無敵です、なんか口の中は欲しいの、すごいお前しいいよ、ね、欲しいの、うん、欲しい、欲しいけどもいい、またバカやるから、うん、また大塚中で熱くのバカ、これ欲しい、え欲しい、欲しい、俺買うよ、似てるの、いやもうゆうくんが買うよ、だってそれはダメだよ、ゆうくんの宝物は、いいよだいぶもうだいぶいいよ、見てアマゾンで似たの売ってるから、それ全然違えじゃねえかよ、おるよ、いやじゃあもうこれさ、明日からこれでかぶってさ、知らんよ、レシピ、明日デイサービスも、デイサービス、デイサービス明日これだよ、これでもね、でもさ、かぶらないでしょ、かぶる、かぶらないよ、かぶらないよ、いざとなるとかぶらないんだよな、そうだよ、そうなんだよ、そういう覚悟はないじゃん、いざとなったら当たり前だろ、かぶって歩くかって言うと歩けないね、そう、ダッサいな、似てるのある、7000円、じゃあダメだ、いや、じゃあダメだよ、それ似てないよ、全然似てってさ、もうそれでゲーム十分だよ、いや、これが欲しいんだって、だってゆうくんの宝物なんだ、これが欲しいんだって、ゆうくんって言うのかぶったらまた大塚のバカがってんだよ、かぶってね、大塚を徘徊した方がいいよ、ずっと、うん、タイガーマスク来たっつってね、タイガーマスク来たっつって、逆だったらライブサポートでさ、ランドセル配られてるの買って、ああああ、で配ってもらったね、うん、お父さんによくできてるよ、これはすごいよ、でもよく連れてったよね、石巻に、欲しいんだよ、3万5千円、みんなに迷惑かけない、ゆで卵ちゃんと、だから明日から、明日からかぶるんだったら買うって、俺が買うって言ってる、する、もうこれ持って帰る、コースケ、俺ウレットコースケ、すごいよ、持って帰る、今日持って帰る、うん、明日からかぶる、あー、かぶってる、いいよ、しかしかぶれないな、かぶる自信がないな、なんだよ、さっきはかぶったら、どのこれもう買うから、これで、あれ、これで買うよ、あ、これでもう今日譲ってもらう、ダメだよ、これかぶれないよ
なんだよ。かぶれないよ、あんなの。かぶる。お前やれよみたいなのも。やだよ、おかしいなやつだって思われるから。ああ。じゃあ、これも払うよ。うん。払うよ。払うよ。ほら、かぶれない、かぶれない。何浮気になってる、うん、なんで浮気になってる、うん、かぶれない。信号貼ってくれるって。こんなの街歩けないよ。うちから一歩も出られない。だってさっきかぶって3歩ずつでもさ、いやでもさ、これとこれ、これとどっちか、うん、これとどっちか、お前買うの。じゃあこれとどっちかの話、うん、このこれとこれだってね、これは笑うけどもさ、お姉さんも笑うけどもこれはちょっと笑いにならないよ。笑えるじゃん。どうしたんだっけ。どういうことだ。火曜日と金曜日さ、すごいよくできてるよ。声もいいじゃん。声もいいだよね、ビビっちゃって。何やってんの。よくできてるよ。でもあったかいかもね。今日はあったかいよね。これでいいじゃん。すごい。これで。イエーイ。にゃー。うわー。8ミリ、8ミリ。8ミリ、8ミリ。うわー。うわぁ、8ミリ、うん、うわぁ、うん、おめでとうございます。おめでとうございます。よしよ、わおぉ、幸せだね、わおぉ。久しぶりだよ。よかった。これ親子兄弟じゃん、兄弟だと思ったんでしょ。兄弟だと思ったんだ。思われだろ。そうでしょ。思われだろ。兄弟。思われだろ。同兄弟になるんだよ。それ失礼だろ俺に。本当嫌になるよ。うちもそうなの。いやだから俺はまさかそうだよ。何悪いの。一人で洗ったら高いから。何悪いんだよ。うん。うん、みんなで割れたんや。何よ、お金を5000円ずつにしようか。まだあの総合的なお会計も出てないのに5000円ずつにしようか。5000円ずつ。1人5000円ずつ。味噌のくせに。でももしかしたら合ってるかも。いいよ。いくら？ほら安い。じゃあ俺が全部出しちゃうから。はい、3万円だね。はい、ありがとうございます。1人いくら？1人1000円？3000、4000円くらい。4000弱でいいんじゃないですか。上田さんは5000で。あれって帰れないだろ。迷子になるだろ。迷子になっちゃうよ。迷子になんないよ。寒いから。寒いから。歩いても。じゃ寒いから。寒いから。寒いからそう。なあ。大丈夫だよ、ここから歩いて帰ったって。そうだな。ヒゲの味がするから。相当だな。相当だな。一緒だもんあって。一緒だもん、ね、彼もいるし。一緒だし。一緒。一緒なんだ。一緒でいい。そうだよね。一緒に住んでたもんね。そうだよ。共同体だよね。そうそうそう。人がいなくなると、いろいろほら、衰退していく。すごいよね。その環境。大関の財産を狙う。暗黒者。優勝おめでとう。阪神おめでとう。阪神おめでとう。おめでとう、おめでとう、おめでとう。阪神。もう今年何回も優勝してるからな。今年2回だ、うん、セ・リーグ優勝して、ね、まあ甲子園で行きましょうよ、はい、ね、甲子園で、甲子園で、甲子園でやりましょうよ、うん、甲子園飲むか、うん、甲子園で飲む、そう甲子園の飲むか、あの大阪の、大阪の甲子園の近くの飲み屋で祝勝会で、ね、ああそうそう、ということです。皆さんこれでもう今日はお開きにしますんで、お疲れ様、お疲れ様でした。お疲れ様でした。まだ立つダメです。お迎え来るからまだ立つ、大丈夫、はい、じゃあ